はい、こんにちは、大竹誠です。今日はもう3月何日まで30日まで31日まででした。じゃあまだか、あと1日で、はい、もう4月の声が聞こえてきちゃうんだね。まだ聞かないけどね、はい、まだ聞かない、ね、3月30日水曜日、はい、今日のパートナーは、はい、隣の朝子さんと2人で息を飲んでしまいました、うん、町亜生です。はい、町亜生さんと、はい、そして私の横には大竹秀明です。よろしくお願いします。そして水曜日は右肩に針4本入っています、伊藤麻子です。ああ本当にもうとうとう針を打ったんじゃなくて入ってるんですか。あの置き針です。はい、どのくらいの長さなの針。置き針ってもう本当に産毛ぐらいですよね。1ミリ。長いのじゃないんです。あ、長いのじゃないです。長いの刺してるのちょっとやばくないですか。わかんない。あんのかな。わかんないけど、針ね、昔なんか体曲が、巡るとか言われてたのにな。そう、言われて、そうね、入っちゃった、ね。足の裏とか入っちゃった。トゲとかね。で、最後心臓に行って、大変なことになるぞって脅されて泣いたことありますもん。あるよな。入っちゃったっつって、もう、死んじゃうんだっつって、うん、全部そういうの信じるじゃないですか、ちっちゃい頃。ちっちゃい頃信じましたね、幼稚園とか。幼稚園とか。大人はなんであんなこと言うのかね、なんかこう。わかんない。いけないよね。気をつけるってことなんでしょうか、ね。でも、そう、針に触るなってことなんでしょうね。そういうことか。昔だって針箱みたいなのあったじゃないですか、うん、家に。はいはい。あと、ひまわりの種が耳に入ると、うん、頭の中にひまわりが咲くみたいなこと言うと、脅されたり。スイカの種はよく言われました。あ、スイカの種もありますね。なんか耳に入れるがちょっとシュールすぎて。これタンポポのこうね、はい、ふわふわっとのが1個、1個、綿毛が1個、耳の穴に入ると。それは言われました。あ、タンポポね。でもなんか幸せですね、耳からこう。タンポポ平和そうな。春っぽい。寝れるのおじさんみたいな。耳からタンポポ咲いたら。マジちょっとおかしい、それ。すいません、ごめんなさい。耳から。幸せそう、おかしい。間違いない。平和そうです、ちょっと待ってください。よく考えた。耳からタンポポの花が咲いてるおじさんがいたとしましょう。おじさんがいたら、どうしましょう。なんかこれはちょっと、楽しくないですね。いや、それちょっと植木鉢じゃないの。そうですね、ごめんなさい。おじさんは鉢植えじゃないんだから、ね。今、大竹さんの耳からタンポポが生えてるよ、ね、ちょっと今イメージ。幸せそうだなと。それなんか、ね、でもタンポポ咲いてる時より、その後の綿毛が飛んでる感じ想像した方が綺麗じゃん。大竹さんの耳から。幸せで平和そうな絵を、ね。耳から綿毛が飛ぶの。喋、ね、るたび、ファー。ファー。あ、幸せそう。ね、春ですね。ねすいません。怪奇現象。そうですよね。怪奇。はい。お前らファンタジーっぽく喋ってるけど、はい、これは怪奇現象です。夢みたいなことです。ね、そんなことしてて。で、タンポポじいさんとか言われてた。そうです。ほら、タンポポじいさん。おなじみの。街でもね、来たよ、またあのタンポポじいさん。春だね。綿毛飛んでるよ。ね。いやー、困っちゃったな、そんな。タンポポじいさんなんて言われたら、ハリバーさん。ハリバーさんとタンポポじいさん、絵本になりそう。ハリバーさんとタンポポじいさん、え、ね、3月の30日だよ。本当ですね。年取ったな、お前ら。やめてくださいよ。なんでそんな嬉しそうなんですか。やめてくださいよ。俺近頃若い女たち喋ってねえな。いや、今喋ってるじゃん。ええじゃなくて、今。よく考えてください。大竹さんの年齢からしたら、40代ですよ。うちらなんか超ピチピチギャルですよ。ズン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 。どこも。きっかりあれよ、どこも言っちゃう。CM の。CM の。はい、耳は、耳から離れないじゃん。いや、そうですよ。いや、もう。シュワシュワシュワ。いや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 。いや、本当に。二回りぐらい違うわけですもんね。そうですよ。二回りですよ。大竹さんがもう成人になってから生まれてる。子たちですからね。そうですそうですそうです。子たちです、ね。はい。どうなると、俺はもう計算なんかできないもんとしてって。できますよ。割と簡単な計算ですよ。もうピチピチ40代ですよね。ね、4月改編だよね。そうですよね。なんかみんなかね、いろいろね、改編だよな。なんか20代の女性がいっぱいいるスタジオとかなんかいいですよね。うん、それまあ、うん、それはあれだけど、別に俺は放送じゃなくてもいいんだけど。いや、よく逆に大竹さんは放送じゃないシーンの方がいいのかな。ゴールデンラジオね。いや、近頃もあれだよな。はい、
一番若くて口聞いたのヘンメイミリぐらいだよな。あれで38区だろ、だって。ヘンメイミリちゃんが30代ですもんね。あ、でもヘンメイミリちゃんもそっか、30代後輩。若いわね。あと中島美和子も39ですよ。あ、中島さんも39。あ、そうか。若い。まだひよっこね。うん、いや、ほんとね、あさこさんね。早くこっちの世界でもいいのに。本当に、いい世界ですよね。いい踊んじゃったよ。ちょうどよく売れてね。はい。頭にひよこのお菓子が浮かんでます。あらかわいい。ピヨピヨ。頭の中にはひよこのお菓子、耳からタンポポ。意外と大竹さん気に入って、耳からタンポポ。どんなじいさんなんだろうね。はい、若い頃のことでもね、はい、あ、君たちだって、まあ、その年だけど若い頃のことを思い出さないかい。楽しかったよな、若いって言うだけで。あ、分かります。お前なんかあれだよな、居酒屋とかどっかそんなね、配膳係とかで働き詰めだってたろ、だって。あ、20代、そうですね、配膳人紹介所って、うん、まあ派遣のサービス、うん、サービス業の派遣みたいな、うん、もうとにかく時給がいいですから、うん、場所山のように。手についてた時ですか。そう、まあ結果そうなった時です。支払いを任されてた時です。でもさ、まあでもさ、今はさ、もうね、君の生活どうなってるのか知らないけども、はい、あれでしょ、なんかこう、酔っ払って、はい、あの石段で、なんか、こけてプラトンの真似したりしてるみたいな生活でしょ、だって。違いますよ。プラトンの真似じゃないですよ。たまたまね、ちょっと、高めのヒールで、うん、去年の夏ぐらいかな、うん、飲んだ帰り歩いてて、うん、ちょっと坂道、うん、上り坂で、うん、そこに対応できなかったんでしょうね。転んじゃったっていうのが。だから、あれだろ、なんかこう、酔っ払ってこけたり、あと、タイに行って、タイで、船から落とされたりしてるわけだろ、なんか知らないけど。船じゃないです。丸太から殴り落とされたわけです。あ、そうですか。はい、まあ、どっちでもいいんですけど。ドブ川の上の丸太から落とされたわけです。タイで、ね。タイで。まあまあ、いいんですけどね。はい、まあ、そういうお仕事は充実してるから。お仕事です。すごい仕事ですね。充実してるからお金は入ってくるだろうけども。お金はそうです。でも昔の、ひっちゃきになって働いて。馬車馬とはこのことだです。本当に。一日どのくらい働いてたの、何時間ぐらい。一日一番長い時で、ホテルのロビーやってたんで、うん、6時に行って、うん、10時半とか11時ぐらい、うん、朝6時に行って夜の10時10時半ですか、はい、あららららら、何時間ご飯が3回食べられる、18時間ぐらい、食券が3枚もらえるんです4時間に1回ご飯食べていいから、油淋鶏が美味しかったです、はい、中華料理それで帰ってきてこれだけ稼いだわよっつって、男の人にお金を渡すの楽しかったんだろう、だってお金は、うん、実は私渡してないんですよ、彼には、うん、行きがけに千円札は置いてきましたけど、うん、いや、渡してなくたって使ったんでしょ、だって、うん、いや、なんていうんですかね、怖めの方が金返せって家に、うん、彼の借金だろ、だって、まあ、結果そうなんですよね、だから彼の借金を怖めの方にお前が、まあ、彼氏に渡さなくたって払ってたら同じだろ、あ、そうなんだ、知らなかった、あらやばい、知らなかった渡したことなかったんで、うん、じゃあ怖いめの人に貢いでたのかもしれないですね、あ、いやだ、間接的にみたいな、そう でも誰かのために生きるっていうのはいいことですよ、いや、よくないですよ、あ、よくないですけど、誰かのやり口がダメか、いや、でもマッチの言ってる意味はやっぱしの生きるね、なんかエネルギーとかっていうのはやっぱしなんか、はい、あの人のためそうそう誰、うん、まあなんかそういうのあるよね、いやでもそれを本当に、うん、本当に思います、思うよ ね、はい、大久保さんが犬飼い出したじゃないですか、はい、ちっちゃい犬でした、ね、はい、で犬飼ったら最後って思ってましたけど、うん、犬飼い出してからの大久保さんの方がなんか明るいんですよね、うん、であの子のミルク代稼がなきゃみたいな、うん、あ、覇気が出てる感じが、なるほど、だから意外に独身女性が犬飼うの悪くないんじゃないか説が、悪くない、悪くない説が出てきました、悪くない、いやでも、はい、それも結局自分のためだもんな、まあな、まあ、生きがいみたいな意味合いが、うん、まあ、まあまあそうですよ、ね、励みになりますからね、生きる励みになることがね、はい、そうですね、そうだったらね、うん、さっきの言う町の言うその何、はい、誰かのためにっていうのはなんかこう十分なんかこう励みになるって毎回言ってるわけでしょ、そういうことで、それがたとえ悪い男であったとしても、そうですね、うん、だってそんな時間もう働けないですもん、はい、6時から11時とか、もうタイのドブが起こったのは似たようなもんだろう、知らんから、そうですね、一日中落ちましたね、うんうん、すごい、うん、なんかムエタイの
チャンピオン、うん、アマチュアですけど、うん、チャンピオンが来てすごい殴られたんで、タイじゃなきゃいけなかったんですね、ムエタイだから。なんですかね、まあ、タイじゃないと丸太を設置する川がなかったんですかね。川が、はい、川っていうかドブっていうか、まあ、こんなことどうでもいい話で、俺気にしてる話でもなんでもないんだけど、なんでしょう、なんでもないんだけど、はい、まあ、髪の毛薄くね。最近ね言われるんですよ。なんかちょっと髪の毛少なくね。ちょうどね、あの、うん、それこそそのドブに落ちる、大きな話題にしようと思ってるわけじゃないんだよ。ちょっと薄いんじゃないかなと思って。いや、うん、そうなんです。あのドブに落ちる仕事した時に、うん、割とネット上でみんな勇気もらいましたとか、うん、感動しましたとか、うん、面白かったって、はい、言っていただいた中に一人、はい、すごい真面目に、はい、あの、朝子さんも女性なら、もうちょっと薄毛を気にした方がいいと思いますって。あの、濡れた、女性は、剥げないとは言いますが、あれだと、ちょっともう、みたいな。あの、なんか、水から上がったカッパみたいな。カッパみたいな。で、遅れ毛がおでことかについてね。頭の芯みたいなところ。はい。なんかこう、真ん中の。ここ、あの、刺したら痛いなみたいなところは、ちょっと白っぽくなってるような。なってるんですかね。地肌がちょっと見えちゃうみたいな。そうですね、日焼けしたら分かんなくなるのかな、そういうもんね、軽くしたら。で、減ったなっていう意識はあるんですか。すっごいあります。あの、うんうん、まあだいぶ前ですけど、中高時代は、うん、あのバレッタっていう髪の毛をパチンって止めるピンなんかは、もう毛がありすぎて跳ね返して止まんなかったんです、パーンっつって、それが後ろの方ボリュームはまだあるふうに見えるじゃないですか。見えます、見えます、はい、それで同じ感じのバレッタ、しかも小さめのパチンってやると、なんでそんな格好してたの。今スルスルスルってっしゃ、なんでそんなバレッタでキュッて止まってたの。キュッてと、あれですね、それはゴムなんですけど、その頃中森明菜さん大ヒットしてて大ファンだったんで、ちょっと明菜ちゃんみたいになりたいなみたいなことで、こうポニーテールをね、ギュッギュッて引っ張って、ね、上高めでキュッて、目もちょっとつれるじゃないですか。そしたら明菜ちゃんに近い、でギュッと引っ張ってたからかな、あの生え際がねちょっと怪しくなってるのは明菜ちゃん。でもなるほど、女性もでも薄くなるんですよね。中森に明菜みたいになって失礼なことすんなお前は。失礼しました。大変失礼しました。ちょっと口調が今、中森明菜入ってますけどね。どうもありがとうございます。すいませんでした。聞こえない感じ。ありがとうございます。マチュアは何？マチュアの髪の毛はふさふさ。いや、すごいある。いや、でもね、うん、私もこれでもう、薄くなったんですよ。なんか芯のあたりがちょっとおかしいよな、お前もね。芯のどこですか？たくさんあるんだけど。たくさんあるんだけど。てっぺんってことで。うんうん、でも、もうずっと、うん、あの、切ってくれてる美容師さんが同じなんですよ。うん、で、その人が、うん、やっぱり最近、で、実は先週髪切ったんですけど、誰も気づいてくれなくても、本当に気づか、あ、本当だ、スタッフも誰も一人も気づかなくて。いやね、そのくらいの長さで。いいですよ。もう、大竹さんも釣れないな、そう、ショートカットになったら別に。でもいいんですよ。あの、何センチ切った？私長いんで。何センチ切った？これ一応でも、10センチっていうと、担当の人いつも20センチぐらい切る人なんですよ。うん、まあ、本当は結構これぐらいあったんですけど、うん、バストトピュラ下にあったんですけど、今もだいぶちょっと、はい。15センチぐらい。15センチぐらい、はい。でも、もともと長いら分かんなかったけどね。いいです、いいです、しょうがない。でもそのいつも切ってくださる方が、本当に、この間、その時に、握って、うん、って言って、息を飲んだんですよ。うん、どうしたんですかって言ったら、マチさん、髪減りましたねって言って。髪の毛って細くなるからね。そうです、細くなります。本数はどうなんでしょうね。本数は違う、とにかく。減ります。もう細くなるよ。うん、細くなります。うん、なんか抜け毛ひどくないですか、ね、俺、抜け毛ひどいですね。俺だって天然パーマだったら治っちゃったもんね。全然大竹気配ないですけど。俺昔あのテンパーだったんだよ。大竹さんあれそうでしたっけ？直毛ですよね今。そうだったっけな、どうだった？あれ虚言癖。やばい。シティボーイズの若い頃テンパーでしたっけ？伸びてくるとね勝手に。ちょっとうねってしてた気もする。いやいや若い頃かなりねそうだったんだけど。今直毛。今もうほとんど直毛みたいなやつね。そうですね。そんなことになってるんだよ。そんな悩みですね。でもマチ、あの、はい、なんか、髪の毛は気づかなかったけど、はい、あの、マニキュアが、ちょっと、はい、近頃ピンクっぽくなってるのは、それは俺は気づいてる。ありがとうございます。あら、本当だ。今見てたなと思って。
ちょっと桜色、じゃあ桜色、春でね、いい、あの、ここでもこう呼び込みたいなと思いまして、はい、ちょっと親指もハート型なんかにして、え、ハートの模様がついてます。ハートの、はい、ピンクの中にちょっとハートにして、本当意外となんかあれなんだね、はい、なんか少女が眠ってるんだね、少女が、そうです、心の中に住んでるんだね、何も来ませんでしたけど、はい、まだ諦めない、じゃあこれからこれから、そうですね、この間までの爪の模様はね、もう心の中にガンダーラかなんかいそうな、そうです、あ、ちょっと味がチックな、そうです、前回はね、うんうん、深緑だったんですよ、そうなのね、うん、だからなんかヘビ女みたいな爪してたんですけど、うんうんうん、やってる、ちょっとピンチ、うん、じゃあちゃんとやる、偉いですね、偉いです、でも大丈夫、肩に針入ってるじゃないですか、浅草さん、わかんない全然良くない、まあ、こんなことは聞くことでも何でもないんだけど、はい、まあ、大したことじゃないけど、やっぱりなんかこう年頭ね、4月ね、はい、今年は何かしようとかどうしようとか街とか思ってる、いやいや、どんな年、どんなことになったらいいなとか思って、そうですね、できれば、ね、はい、楽しいこと嬉しいことをこう、うん、2人で分かち合うみたいな、なんかそういうパートナーが欲しいですって、ずっと変わりません、性別、性別は、性別は、ね、パートナー、パートナー、はい、まあ大きな犬でも買ってやるか、俺が。やめてくださいよ、もう。しかも大きな、大きなは一回置きましょう。せめて小さな。なんで大きな、小さな。なんだっけ、あの、ちょっと大きい、なんだっけ。ゴールデンレトリバー。ゴールデンレトリバー。いや、大きい。可愛いですよ。いや、可愛いは知ってんだよ。ゴールデンレトリバー。うちの中じゃ無理だよ。テレビのコマーシャルだっけ、ゴールデンレトリバーみたいな首の周りのところ、ライオンみたいにしちゃったの、ちょっと笑った。なんか笑ったな、あれ。なんか、あの、ツアハンだが、なんかで買うやつですよね。子供が泣いてるんで、って、こうね、ライオンの。たてがみみたいなのつけてもっと怖くなってんのに意外に子供が触る、触ろうとしてるんだよね、うん、あれ面白い、あれ面白いですね、ちょっとなんかね、生きる励みになるんじゃないか、いやもう犬は大丈夫、うん、もう本当に大きな怪我がなく過ごせればいいと私は思っております、うんうん、肩が上がるようになってね、肩が上がりたい、そうそうそう、でもそろそろ溜まったろうな金な、やっぱなんか金溜まったろうな、ん、まだまだですよ、まだ一生暮らせないね、うん、働いても働いても、いや溜まってるだろうな、そろそろな、いやまだですよ、なんとかしなくちゃいかんな、やっぱしあれなんかされるかな、吐き出させようとしてます、やべえぞ、やべえぞ、もう水がねえんだ、私はもう水がねえんだよ、水がないの、はい、あ、まあ、そうやって守りを強固にすればするほどドカンといかれるね、やばいやばい、可能性ってあるからね、うん。